はい、どうも、妖怪三国志国取り王図、今回もやっていきます。今回ね、お知らせについに来ましたね。京都イベント、はい、まあ、この辺のね、ちょっと話をしていきたいなと思います。いくつかね、お知らせ来てましたね。そして討伐戦はなんとね、学校が Y ね、当たりましたんで、そう、宝珠ね、なしてなんかね、うまく取れなかったんだけど、宝珠なしでゲットできました。今回ちょっと、欲がないと運がいいのかな。なんだろうね。学校側さんは今超2凸だから、超10凸は本当に難しいよね。はい、じゃあごめんなさい。京都イベントね。予想通り、スカイスネーカーになりましたね。ニョロロンということで、今の学校が Y をね、小生も持ってる人はね、すごいアドバンテージになるんじゃないかなと思います。まあ、また小生の流玉あってね、私前回の小生極土の子、一回も京都宝パス出なかったんだよね。まあそんなこともあるので、まあ気をつけましょう。9月7日から9月18日まで。これなんかどうなんだろう、期間はこんなもんなのかな。はい、スカイスネーカーということで楽しみにしましょう。またね、うちの同盟は単独でやろうかなと思ってます。何度かね、また A クラス入れたらいいかなと思いますけど、まあみんなでね、楽しんでやれればと思ってます。スカイスネーカーだから多分ね、また同じような動画作るかもしれないけど、多分ガシャはね、ブルームーンとブルポンくんじゃないかなと思います。ブルポンくんどうなんだろうね。第一形態、第二形態、完全体ってあるけど、まあそういえばセルみたいだな。なんか全体的に妖怪学園 Y はドラゴンボールっぽいところがあるんだけど、はい。であともう一個情報があってね、メンテナンスを見ると、9月、ね、7日の14時17時にあって、新規ガシャね、あと七遊武将妖怪の、これ読み方ね、後でお見せします、追加がありますということで、私まだね、歯茎さん、あと結構なんかすごい内容も書いてあったんだな。私まだね、屈原さん8周目なんだよね。8周目でようやく10凸&グレードもマックスになるんだけどね。私今ちょうど8周目なんだよね。で、後で見るんだけど、毎日試練がね、一つしかできなくなるっていう話がちょっと書いてましたね。で、歯茎さんはね、今9周目がもうすぐ終わりそうです。9周目がもうすぐ終わるので、あと2000ぐらいか。なんで9周目がもうすぐ終わるので、結構ね、毎日試練のこの400って結構重要だったんだけどね。まあでも、まあ一応理由が書いてあるから、まあいいのかな。一応私は歯茎さんが9周1回終わるとね、超一凸になりますと。で、書がね、60なんで、9周目がもう1回終わってもまだ超二凸にはできないんだけど、私の性格上ね。ただやっぱり七遊武将界強いね。屈原さんもね、もうすぐ10凸になりますんで、やっぱ小生ね、とつれてなんぼっていうかね。イノシンもそういえばレベルが自分の中ではマックスになりました。8300ということで、まあ小生を今後とつれたり超凸できる時代ですかね。なのでこの屈原さんもね、戦力8000いくのを楽しみに待ちたいなと思います。じわ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 強さが上がってきましたね。はい、じゃあ、でね、一応そのお知らせにもう一個あって、トピックスのところにね、七遊武将妖怪のところが更新されてましたということで、新しい七遊武将妖怪はこの猛将君、しかも聖ということで、一番小さい領地だね、七遊の中の。キングダムのあの、なんだっけ、あの合同に参加しなかったせいね。ということで、なんとかくんってね、なんか昔の紀元前前の中国の名前よくあるよね。ということで、なんか火の妖怪なのかね。妖力と回避に優れており、必殺技では、
敵全体を攻撃しながらバリアを展開できるという感じで、バリアなんだね。妖力と回避か。クツゲンさんが妖力と守りだったけど、また妖力系ということでね、楽しみに、バリアということで楽しみに待ちたいと思います。そして注意書きね、さっき言ったやつ、七遊の試練につきましては、次回メンテナンスの時に以下の変更を行いますと。毎日試練は日付変更時に選択していた試練のみカウントされる。これだから注意が必要かな。まあだから朝の5時の時だよね。そして毎日試練で獲得できる試練ポイントを超アップ、超アップ、超アップ、超アップって何？超って10倍よ超アップ、2倍3倍を超って言っちゃダメよ。10倍よ超ってついたら超とか適当なこと言わないでほしいな。限定試練で、丸3、限定試練で獲得できる試練ポイントアップということで、まあ周回が少し楽になるのかな。ということで、まあいいんじゃないですかね。今よりも楽になるけど、でもな、デイリーミッションがあるからな、結構私デイリーミッションかなり重要で、今まで進めてきたから、ちょっと進め方どうなのかなと思います。ただまあ気力はね、できたらね、高難度チャレンジとかに使って、ね、素材をね、ゲットしたいので、群馬新強化のね。だからまあこれはこれで運営の優しさなのかわからないけど、これはちょっと始まってみないとわかんないってとこかな。前の方が良かったになるのかってとこだけどね。まあ基本的にね、デイリーで400を加算できたのが私的にはかなりでかいので、ちょっと限定ミッションなんてなかなかね、クリアできないからさ、だから厳しいかなとちょっと思ってますけどね。いつもね、限定ミッション残してクリアしてるからね、私みたいなのんびりさんはね。だから前は良かった、目安で良かったんだけどね、デイリーミッションをとりあえずやって、っていう感じだったけどね。まあいいや。はい、日付変更は毎朝5時になります。限定試練はこれまでと同様に選択中の試練でカウントされますと。で、調整する試練はこれまでと同様に一度に何度も変更できると。今回の変更は毎日試練を複数の七遊武将界で並行して行う負担を減らすことが、も確かにね、確かにそうなんだよね。数がどんどんこれから増えていくからね、いつのかのタイミングでやらなきゃいけないからね。ということで、この変更に伴いメンテナンス中に試練ポイントの配布を行いますということで、困ったな。だから多分だよ、多分私的には、シチューね、シチューの歯茎さんなんてさっきも見せたけど、あとちょっとだから、多分これクリアしちゃうんじゃないのかなって思っちゃうね。もう歯茎さんやんない方がいいのかな。はい、ということで、あと22回、今日クリアしといちゃおうか。そうだね、クリアしといちゃって、新しいやつはね、そうそうそう、だからまだ、そうだ、月曜日だからまだ全然大丈夫だね。というわけで、歯茎さんはそうだ、今日クリアする予定だったんだ。あと22回戦えばクリアだから。はい、ということで、せーってことはここですね。楽しみにしましょう。キングダムだと、蛇が大好きな国王様いますよね。そしてね、ここに京都イベントのね、ボタンができましたんで、京都イベントね、また今回も連合にしないけど楽しみにしたいと思います。まあ、さっきも言った通りね、ガシャで、ブルームーンだと思うので、また不思議かなっていう感じかな。今回そう、今回あれだよね、クロックレディも不思議だったけど、またブルームーンも不思議だから、チケット2枚しかないから、もうクロックレディ諦めて、プニプニでも持ってねえんだよな。不思議の氷イベントも終わっちゃったしね。いや、どうしようかな。ガシャが回せないからな。この10連、3000円なんとか課金して、10連チケットをゲットするか。どうしようかね。次のブルームーンのガシャが今んとこ2連しか回せないということで、ちょっと困っちゃったかなって感じ。はい、そして、討伐戦はこんな感じかな。まだちょっと2突、3突75万必要だからね。
ということで、おそらく流玉で京都宝パスね、前回私1回も当たんなかったけど、まあ次は当たるかなっていうね。マテンソロナキが、まあ今回ミストシャドウ追加されてる感じだから、うん、5月、まあ半年ちょい経てば、まあ流玉系を追加されてくるので、まあ次のねスカイスネーカーミスっても、まあまあまあ次もまた復刻があるよって感じだけどね。マテンソロナキの時はね、京都お宝パス運が良かったんだよなという感じで、まあそうだね、だから運が良ければまた小生の流玉もゲットしたいなと思いますね。まあこれでニョロロンって分かったんでね、まあもしかしたらボスの弱点変わるかもしれないんですけど、まあ今みたいにね、今だって弱点がさ、学校があって豪傑なのにさ、弱点がポカポカじゃん、まあ、こんな感じのことになる可能性もゼロではないと思うのでね。薄ら影不気味じゃないっていうね、まあ薄ら影不気味以外ってのは結構やりやすいけどね。薄ら影不気味はもともと有利だし、まあ、だから有利が4つあるって感じになって、まあまあまあこれもワンチャンありなんだが、まあ基本はね、今回の学校が小生学校がねゲットされた方とかは周回でかなりいいと思うので、はい、ぜひねそのまま鍛えるもよし、私こっから超10突は無理だと思うので、前回18位、これ何位になったら A ランクだったんだっけ、忘れちゃったけど今度調べとこう。確かこの時、あ、これ討伐戦か、マテンソロナキ30位が A ランクだっけな、20位だっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、はい、まあまたね、序盤みんなで活躍するって感じになるのかなと思うんですが、この時48位だからね、うん、だんだん上がってきて、まあでもね、ちょっと京都イベントはね、あの京都お宝パスでガシャチケットもゲットできるかもしれないので、はい、ガシャはちょっとねお宝パスとうまく使いつつ頑張っていきたいなと。なんだこれ、ディレクター選べるコイン2940円、うわこれは欲しいな。でもなんか490円か、なんか負けた気分だな。なんか120円なら買ってもいいけど490円か、なんか負けた気分になるなこれ。ちょっとこれ動画最後に出てきたんで、これはちょっとまた考えましょう。あ、でもいいや、欲しいのないわ、よかったよかった。バニーミントも持ってんだよね、なんで、はい、でもいいとこついてきやがりますね。戦北さんできたら欲しいもんな。この中で欲しいの戦北さんとバニーミントだろうな。大黒天は別にここでゲットしなくてもね、イベントを選べるでゲットすればいいし、猫股はまあ正直いらないよ。バフ系だ、 S ランクはもうバフ系以外は特にいいのかなって感じ。2940円か、でも選べるんでしょ、なるほどね。でもこれでもいいかな、でもこの前小生猫また使ったなはい、じゃあすいません、今回こんな感じします。皆さんね、京都やっぱ楽しみなんですかね。私もちょっとテンションが今なんかね、調子がなんか上がんなくてね、なんかな。ディレクターコイン、これは何なんだろう。あ、ログインでもらえるんだね、はい、いいじゃないですか、ログインでもらえるので、ディレクターコイン小1、あ、これはあれか、まあ黒田さんはな、でもな、小生書くかの説明足りねえよっていうのがみんなあるからな、はい私一回説明したらいいと思うんだけどね、黒田さんねはい、ごめんなさい、余計なこと言いました、はい、じゃあ今回はこんな感じします。次回ね、イベント楽しみに待ちましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、おお、これか、もういっぱい喋っちゃった後で明日の朝やります。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。6時に配布されたんだな、これな。